豪華県の病床使用率が 50% を超える中、服部知事は今朝、追加的な対策を取る考えは現時点ではないことを明らかにしました。病床使用率だけでですね、機械的に判断するものではなくて、本県においては現段階においてそのような状況にはないと。福岡県内の病床使用率は昨日時点で 54.1% で、医療逼迫防止対策強化宣言の発動の目安にもなる 50% を2日連続で超えたことになります。発動しない理由として、今朝服部知事は県内の重症病床使用率や発熱外来などを見て医療が逼迫していないことなどを挙げていました。